吉宗評判記暴れん坊将軍。私も一足違いで惜しいことしましたわい。まったくですわ。橋がありゃこんな忌々しい思いをしなくていいのに、どうして橋を架けねえんでしょうね。いや、架けるはずだったんです。ところがその矢先、江戸の大川橋の一件が起こりましてな。大川橋の一件？ああ、1年前のあの汚職事件。架け替えた大川橋が夕立に毛の生えたような雨風にぶっ壊されて流されてしまうた。水増し手抜きの不正工事だ。お職らと世間の奴らが騒ぎ立てた途端に、鍵を握ってたある役人が腹を切って死んじまった。あとはうやむやになっちまったが。じゃあそのとばっちりで、ここにかける橋の話が立ち消えになっちまったんですか。そういうこと。お船が戻ってきましたよ。おう、みんな、ありゃ願ってもかもだぜ。姉さん、お一人ですかい？江戸へいらっしゃるんでしょ。ちょうどいいや。江戸までの戻り川だ。お安くしておきますぜ。さあ、道を開けておくれ。なんだと？およしい。大きな声出したって怖くもなんともありゃしないよ。なんだとこのまま。痛え目が見てるのかよ。さあ、痛い目を見るのはどっちだろうね。やっちまえ。悔しいが男でも泡はいかねえや。きな女だな。その日、老中久松大和が差し出した作事型新規工事伺いなる一書を読み進むにつれ、吉宗の表は険しくなりまさっていった。去年流出した大川橋をまたまた新たに架け替えようというのである。大和。はあ。ここにある作事奉行新藤劇をはじめ、工事御用の沖野屋神蔵、木曽屋宗兵衛、それらは皆先の大川橋の工事に関わりのあったものではなかったか。よい。上様。大和、皆にも尋ねる。1年前不審の事故にて大川橋が流出しており、皆は何と申した。必ず真相を究明し、今後二度と関わる過ちを繰り返さぬようにと俺の前で誓った覚えはないか。ございます。
さればあれは作事方勘定役工藤新八郎の不届きによるものと判明いたし、工藤はその罪を謝して自刃いたしました。それで全ては終わったとその方らは得心したであろうが、それでは世間は通らぬ。大和、人の噂も七十五日と世間を甘く見てはならんぞ。はあ、ご苦労様でございました。して大川橋の工事着手はいつ頃でございましょう。それどころか。は、新道、やはり翁や木曽屋を持ち出したのはまずかったぞ。大川橋はもとより作事方不審方が関わる工事は一切中止との上位じゃ。とんだやぶ蛇、元も子もなくなったわい。では上様は切腹して果てた工藤新八郎には罪はなかっただろうと。いや、軽々しくは言えんが、もし無実であったのならせめて死して後の汚名を注いでやりたいと思ってな。いかん。何がいかんのだ。いや、そういうことを仰せられるのはまたも徳田新之助になられる前触れと決まっておりますでな。あれに、うん、上様。誰それ、呼び出しやっこが来よりました。頭が痛い。何かご用ですか。え、あ、いや、あの、あ、今へって言った旅の女。ああ。あれはね、サギルさんと言ってね、許可のうちのピカイチになる人なんだよ。何、ここの人。じゃあ何かい、ここへ来や、あの姉さんに会えるったんか。そうかい、じゃあ今夜にでも出直してくるか。こいつはありがてえことになってきやがったぜ。ありがたよ。なんだあれ。何、今よりそちの手の者が。はっ、さぎりと申し、女ながらなかなか手だれにございます。おその、良い仲間ができたの。はい、でも半蔵殿が当分合わせてやらないと意地悪をおっしゃるのでがっかりしております。いや、まずは江戸の風にならせ、しきたり仕組みを得得させねばならん。それまでは合わせたくないんでしょう。会うのはご自分だけ、独り占めしたいんでしょう。俺も会わぬ。深川の料理屋へ放り込んで一人でやらせるつもりだ。ほう、深川の料理屋へ。はあ、江戸でも最も江戸らしい土地、いろいろ雑多な情報の集まる場所をと心得、さよう計らいましてございます。なるほど、それは良い思案だ。だが半蔵、そのこと加納の陣には漏らすなよ。お、あの頑固親父、深川だ料理屋だと聞けばまたこううるさいからな。ヘヤクシヘヤクシヘヤクシ。本当だよ。笑うんじゃねえよ。本当なんだよ。本当の話なんだからよ。あら、芸者の子じゃないか。帰ってきたのかしら。嘘じゃねえったら。いいか、品川からその女と一緒に道中をし始めてからとうとう深川まで行っちまったんだよ。へえ、深川までね。そうよ、それでもまだ嫌だって昔はあるから、よし今夜きっと来るから辛抱しろよと振り切ってたな。ゲイさん、そんなことあったっけ。あったの。ああ、そしたらな、そしたらな、その子なんて言ったと思う。かわいいじゃねえか。嬉しい、きっと、きっとよ。嘘言っちゃいやよって。それもどっかで聞いたセリフだ。ああ、おめえたちはどうして俺の言うことは信用できねえんだよ。いいかい、深川まで行ってたな。そんなところ行ってきたのかい。ああ、行ったと思う。うちにも寄らずに決まってるな。頭はどうしたんだよ。そんなことするかい。頭どころの騒ぎだねえ。
おかみさん、ただいま戻ってまいりました。源さん、はい、頭どころじゃないだろうけどね、よかったら頭のこと聞かせてもらおうじゃないか。はい、はい、申し上げます。頭は小田原の仕事が 2,3 日かかる、おさいが心配してるといけないから、おめえ一足先に切ってそう伝えてくれって おっしゃいまして。それでわざわざ深川まで、私がそんなとこにいると思ったのかい。いや、それはその本当、おかみさん、ごめんくださいやし。どうも遅うなりました。はあ、さすがは江戸の商人や職人ども、抜け目がございませんな。大川橋工事開始の後ろの決定を早速嗅ぎつけて、どうぞよろしくと押しかけてまいったんでございましょう。よく見ろ沖縄屋、これらはすべてこちらが老中若年寄りをはじめ住職方に送った金品じゃ。本当だ。これはどういうこと。公方様が工事はならんとおっしゃったそうなんですよ。何もかも見通しておられるような口ぶりであったそうだ。それで俺切れ気は泡を送って、俺は関わりはない、こんなものをもらういわれはないと言って突っ返してきたというわけじゃ。何も返せばいいってもんじゃないだろうけどな。あいにくただいまあのように大勢様で、三郎さんもそっちのに借り出さなってんでございますよ。そうかい、じゃあ仕方ねえな、半時ばかりその辺をぶらついてくれてしようで。そうですか、また前すぎません。なあに、こう預け食ってのもまたおつなもんじゃねえか。おい、いいから取っときなよ。ほら、どうも。また後でな。どうも、お待ちいたしております。のよーず、のよーず、のよーず。ところで何をしてんだい。俺はおめえんとこ行ったんだぜ。それにしてもそのノリはまさか役人に追われてるんだ。いずれ初五郎が戻りましたら改めてご挨拶に。それには及ばんが、二度とこんなことのねえように気をつけるんだ。どうしたんだ、おかみさん。どうもこう、まりゃしないよ。関取、何があったんだ。現像だよ、あのバカ、一晩止められて帰ってきたんだよ。いいかい、うちはね、町奉行様ご支配の町火消しだよ。そこの若い者が道端に寝っ転がって人殺しと間違えられるなんて、もう情けなくて涙も出やしないよ。仮に夕べだよ、どっかで廃車が出てたらどうなったと思うんだよ。めぐみの看板が見当たらないじゃないか。はい、まとうの日が売屋の牢に入っておりまして、絶対未聞の恥さらしだよ。申し訳ございません。またいね。お姉ちゃんもういいじゃないね。お願い、管理してあげて。ちょっと、みんなも黙ってないで何とか言ったらどうなのよ。おかみさん、
お願いします。勘弁しちゃってもない。お願いします。おかみさん、俺からも頼む。どうか許してやってくれ。新さん、すまねえ。すまねえ、ついでにおめえさんのその小さい刀を貸してくれねえか。小刀？どうするんだ。おかみさんのおっしゃる通り、あっしはめぐみの看板に泥を塗っちまったんだ。曲げをちょん切らなきゃ申し訳が立たねえ。バカ、そんなことをすれば頭に何もかも分かってしまうではないか。せっかくのおかみさんの心遣いが無駄になるではないか。なんですって。頭に知られていいものならおかみさんはこうもお前を叱りはせん。憎くて叱るんではないおかみさんの胸の内がなぜわからないんだ。お前それで何年この家で飯を食ってるんだ。さすが、お姉ちゃん、新さんはさすがだわ。新さん、なんだ、分かってるようなこと言うんじゃないよ。サギ、サギ、どうぞ。分かってたよ。新さん、新さん、何か行こう、行きましょう。よ、詐欺り姉さんってのがどうしたんだい。遅いな。ただいま、すぐに。おなじみなんですか、詐欺りさんと。そう、この男がずーっといい中でな。ごめんくださいまし。どなた様もいらっしゃいまし。詐欺りさん、この方がお待ちかねですよ。こちらおなじみなんでしょ。いいえ、そんなことはねえでしょ。あのお兄さんと品川から一緒に道中してきたんでしょ。そう、別れともなくとうとうここまで来ちまってよ。行っちゃいやって言ったんでしょ。きっときっときっとよ、嘘言っちゃいやって。何のことでしょう。くちゃいや。まあその辺にしといて。いや、この男が昨夜この先のお稲荷様のところで確かにあんたに会ったってこう言い張るんだな。でも私は昨日来たばかりで、そのお稲荷様がどこにあるかも。それはお人違いでござんす。あれ見ろ源蔵、おめえ酔っ払ってお稲荷さんの鳥にでもしょんべ引っ掛けたんじゃねえのか。あの連中と一緒ではちょっとまずいんだな。あの、私に折入ってのお話とは。うん、何をなさいます。なるほど、半蔵が申した通りできるな。半蔵とは。そちのことを大月半蔵より聞き知っておるぞ。もしやあなた様は。うん、はあはあ、存ぜぬこととは申しぬが。これやめんか。さあ、貧乏旗本の三男坊徳田新之助にそのような礼はいらんのだ。新さん、新さん、どうだい。おい、新興。俺、新興新さん、あれでよいのだ。呼べど答えず、姿は見えずってとこかよ。新さん、本当にどこ行っちまったんだろうな。おい、おい、おい、あいつがいなきゃここの勘定は誰が払うんだ。ああ、今さら不良越したって始まるんじゃねえか。おじゃんじゃんあるやねんかよ。おお、行きましょう、行きましょう。ではその女が木曽屋宗兵衛なる者を闇打ったのでございますか。確証あってのことではないが、前後の状況からしてどうもそうらしい。そしてその女が私によく似ていたと。似たとはおろか、うり二つであったそうな。もっとも身なりは武家の妻女のようであったというが、詐欺り、何か思い当たる不審があるのか。いいえ、ただそんなにも自分に似た人がいるものかと。しかも人を殺したなどと、何やら気味悪く存じまして。おきめ、木曽屋は誰にやられたと思う。ただの物取りではなさそうだが。なら木曽屋に恨みを持っていた誰かの仕業でしょう。あの男裏では相当悪どいことをしておりましたからな。人のことが言えるか。え、これは参った。言いますね、旦那も。笑い事ではないぞ、沖縄や。ひょっとしたら工藤に関わりのある奴がやったのかもしれん。
その方もよくよく気をつけることだな。工事に関わりありとすれば次はお前の番だからな。田丸の旦那、お前さんだって勘定役に取って代わりてばっかりに可愛がってもろてた工藤さんを裏切ったお人じゃねえか。何だと。やめ、仲間割れをしている場合ではなかろうが。次は沖縄の番、そう言ったんだな。はい。旦那、どうしてなんです？家中の花魁や芸者衆ならわかりますけど、何だって私たちなんかを。おいもおめえたちはゲスだな。だが今夜はな、そんな奴らでなきゃ気晴らしにならへん。よほど面白くないことが終わりなんですね。何？そうそう、そういや旦那とよくお見えになってた木曽屋さん、この度はまたご愁傷なことで。ああ、それで旦那がこう荒れてらっしゃるんですね。やめんかい。木曽屋なんかどうだっていいんだ、賑やかにやらんかい。よし、来た。さあみんな、お前に甘えてじゃんじゃんやろうよ。どうぞ。はいはい。1年前お前たちに計られて無念の涙を飲んで死んだ工藤新八郎の妻、俗名工藤新八郎が一周忌の供養のため、幼くして相別れた姉と妹とのくしき巡り合いであった。その妹が人を殺め、人に追われ、しかもまだ死残した大事があるという。我が血を分けた祝宴の妹に今自分がしてやれることは何であろう。死に寄りだぜ。
詐欺りがやったのではないと申すのだな。はい、詐欺りにとって江戸は初めての土地にございます。その江戸に参ってよりまだ3日、木曽屋や沖縄屋と相知る間もなく、まして恨みを抱く筋があろうはずはございません。半蔵、詐欺りに姉妹はおらんか。は、姉か妹か、美目形詐欺りにそっくりなものはおらんか。おりません。おれば当然その者は我らと共に伊賀一族に入っておりましょうが。詐欺りは一人娘でございました。そうか、ごめん。おう忠相、詐欺りは無実とそう判明したであろうな。いや、残念ながら。何？肝心の本人があくまで自分がやったと言い張り、罪を認めております以上、罪は本人の自白をもって消すとのご情報に照らし、遺憾ながら。半蔵、なぜだと思う？詐欺はなぜやりもせぬことをやったと言い張るのだろう。わかりません。上様、詐欺りは誰かをかばっているのでは。俺もそう思うが、では誰を。我が身を捨ててまで一体誰をかばおうというのだ。姉上、あの子がいるでね。おお、聞いた聞いた。河原版も読んだわい。木曽屋っちゅうのと沖縄屋っちゅう二人の旦那衆をぶち殺した天のことだろ。戸を捕まってもびくともしねえでよ。ああ、おらがやってた。どうともしてくれって言ったそうだ。天使と天でねえか。恐ろしいこった。自分をかばい、その身代わりとなって死のうとしている詐欺りの心情を知って、みゆきは泣いた。姉を殺してはならない。そのためには今夜にも残る恩敵新道を撃をと悲壮の決意を固めるみゆきであった。女目の処刑も間もなくであろう。これで枕を高く寝られるというものだ。さあ、それはどうでしょう。何？木曽や沖縄をくもなく倒したほどの知れ者が一番憎いはずのこちらには一度も仕掛けてこず、あっさり木っ端役人に捕まったというのがどうにも消せません。では私の杞憂かもしれませんが、そのように安心なさるのはまだ少々早いように思いますが。籠屋さん、本所まで。は、はい。あれ、あの女。関取、どうしたんだよ。関取も源蔵兄と同じで、お稲荷様にしょんべん引っ掛けた口じゃねえのか。どうしたんだ。うん、いやな、さっきそこから本所までって駕籠乗ったご新蔵がいたんだが、それが桔梗屋の詐欺りだったんだよ。それはおかしいではないか。だって詐欺りは牢の中ではないか。うん、そこんとこはもう一つよくわかんねえんだけどよ。待てよ、関取、その女の行き先本所だとそう言ったんだな。が恨み覚悟。自動出会え。奥さん、お久しぶりですな。己は一角、恥を知れ。そんなものを知っておっては当せず出世はできんのでな。行くぞ。Thank you.
みゆきは近くの恵光院に担ぎ込まれた。だが苦しい息の下から自分はさぎりと双子に生まれた妹みゆきと名乗り終えた時、哀れその名数は尽きようとしていた。姉上。みゆき、姉を呼んだぞ。よいか、さぎりが来るまで死んではならんぞ。これひとめ、今ひとめ会いたかった。会えるぞ、今に会える。しっかりするんだ。読んでやるがよい。そなたに渡してくれと。これをそなたに一目会いたかった、そう言ってな。姉上様、この世でのお目文字はもはや相かなわぬものと存じ、一筆書き残し参らせ候。このように我が夫工藤新八郎は人をあげつらい、人と争うことを好まぬ心優しき人にござそうろう。されば大川橋御工事につき、公費の水増し、御用材の横流しなどの不正不義を訴うるにも、上司たる作事奉行新道劇が悪に加担しおりては、うるすべとてなく、かえって彼らに計られて己が罪とされ、無念のうちにお腹を召されそうろうこと。返す返すも口惜しく存じそうろう。御前だぞ。かまわん、泣かせてやれ。お許しくださいませ。みゆきは天にも地にもたった一人、我が血を分けた妹でございました。二
双子であったそうな。はい、それゆえ一人は伊賀に残すとも、せめて一人は尋常な女の道をと、父は密かに妹をよそへ使わしたのでございます。そうだったのか。では妹が工藤家へ嫁いだことも、工藤が非業の死を遂げたことも知らなかったのか。はい、知っておれば妹に先駆けて私が神道らをそのままにしておかなかったでしょう。さすれば美雪もこのような姿にならずと。さぎり、早まるでないぞ。美雪の無念はすなわちそちの無念でもあろう。だが決して早まったことをするではない。劇の始末は俺がつける。工藤新八郎の汚名も注いでくれよ。だからそなたはしばらくこの寺に留まって妹の菩提を伴ってやれ。よいな。はい。しばらくお待ちくださいませ。礼物控え。お作事奉行新道劇様にお願いのものでございます。何卒。控えと申すに。待て。お、女、わしに用とは。お前は生きておったか。覚悟。何者だ。美雪ではなかろう。よくぞ見破った。美雪は我が妹、妹夫婦の敵。参る。こしゃくな。妹を斬ったこの刀でメイドへ送ってくれるわ。やれ。
上様。詐欺り、不憫ながら早まるなとの上様のお言葉に背き、各御城下を騒がした罪は重いぞ。覚悟はできているだろうな。はい、どうぞご成敗を。うん、ならば伊賀の作法に従え。うろたえるな半蔵。俺は早まるななどと言った覚えはないぞ。ほ、言ったとすれば徳田新之助とかいうどこやらの三男坊であろう。上様、それによく見ろ、その女は詐欺ではない、みゆきだ。みゆきがあっぱれ夫の無念を晴らしたのだ。そうであろう。はい。上様。全ては終わった。だがその陰に一人の女の哀れな死があった。一菊の涙を禁じ得ない吉宗であった。吉宗評判記暴れん坊将軍。次回は同じ太鼓でも打ち手によってまるで音色が違いまする。うん、よほど太鼓が好きと見える。ゲロ、その目は何じゃ。これ控えんか。これ控えん。太鼓打ちのゲロか。江戸で一番偉い人は誰か知ってるかい。それは将軍様でしょ。違うよ。ちゃんと手順と時刻が決まってましてね。そうなんですか。その太鼓を叩くのがつまり私の役目でして、私が将軍様に命令してるようなもんです。次回、将軍に命令する男。どうぞご期待ください。